このビデオは世に出ることはないかもわかんないんです。で、これを本当に見てわかる人っていくらか前世のことでも勉強しないとこういうことはわからないんです。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。人生においては思い通りにならないことがたくさんあります。楽しく生きるというのがひとりさんの教えですが、そんな簡単に楽しくできないのが現実です。どうして私たちは思い通りにならないことに悩み苦しむのでしょうか。そしてどうにもならないとき、諦めるという選択をしてしまうことがあります。ひとりさんが言うには、諦めるには正しい諦めるとそうではないものとがあります。正しく諦めると人生は楽しいものに向いていきますが、間違った諦めをすると中途半端なだけでそこから得るものはありません。今回は正しい諦めについてのお話です。これを聞けば諦めることとはどういうことなのか、また何を諦めるべきなのか、そして諦めた後にどうすれば幸せになれるのかがわかります。はい、おはようございます。おはようございます。今日はね、私なりに難しいことに挑戦します。これ自分でわかってるんだけど人に説明するのが難しいものってあるんですよ。で、理解していただけると思ってやります。はい、未熟ですけどお許しください。諦めるっていうのがあるんですよ。で、なぜこれに触れたくないかっていうと、諦めりゃいいんですねっていうことがあると、諦めるっていうのは一応何かに挑戦するとか、その行動するということを前提になってるんだけど、何でもかんでも諦めちゃうっていうのはどうかなっていうのもあるんですよ。それで人間っていうのはこの死ぬ前じゃない、生まれてくる前だね、生まれてくる前に中間性っていうのがあるんです。前にも話したか分かんないんですけれど、人間というのは死ぬと、三途の川を渡る。三途の川を渡って歩き出すと林の中へ出て、その林の中を7日間歩くと滝のところへ出て、この7日間というのは人間の時間で7日間です。だから本当に長く感じる人もいるんです。当人としては10年ぐらい林の中さまよってる感じの人もいるんです。で、7日目に滝のところへ出ますから、そうするとその滝を登るって濃いじゃないか、滝を登るには滝の横を登っていくから一応こう険しいところを登るんです。それで草原に出ると、で草原に出るといろんな魂が迎えに来る。そうすると涙が止まらないほどこう放越っていうかな、懐かしさと嬉しさで涙が止まらなくなるんです。それで一箇所に魂が今度集まり出して、次は自分は何をするの、ね、今度は俺の嫁さんになんなさいとか子供になんなさいとかいろいろ決めるんです。わかります。はい。で、決めて出てくるんです。わかりますよね。で、私も決めて出てきたことが起きるんです。わかりますよね。魂の修行のために出てくるから、別に悪いことしてなくても悪口言うやつも出てくるんです。私みたく目立つのが嫌だって言ったって、パーティーになって主役みたいなのやんなきゃなんないんですよ。で、週刊誌が嫌だっても追っかけることもあるんです。わかります。その時にこれは中間性で決めてきたことなんだ。で、諦めちゃうんです。ここで諦めちゃうんです。と、諦めちゃうと明らかに眺めるという意味なんですよ。要するに抵抗して、その自分の運命に抵抗して抵抗して抵抗してる時っていうのは頭が回転しないんですよ。わかります。お釈迦様が、今のあなたには今の旦那でちょうどいい、ね、今のあなたには今の奥さんでちょうどいい、ね、
今のあなたには今の親でちょうどいいんです。だから自分が変わると人の態度まで変わっちゃってる。うちの会社はって悪口ずっと言ってる人がいるけど、今のあんたには今の会社で本当はちょうどいいんです。で人が変われば全て変わってくるんですよ。わかります？その時に明らかに眺めて諦めるね。ごめんなさい、足の長い人もいれば短い人もいますよね。もうちょっと長ければって言ったって、なんとかなるものはなんとかしましょうよって私が言いたいんですよ。でもなんともならないものね、この親より私は隣の親が良かったとかつっても、なんともならないものってあるんですよ。で、なんとかなるものはなんとかしましょうって言ってるんです。だけどなんともならないものがあるんですね。私はフランス人の方が良かったのよって言ったって、そんなこと言われてもわかります？まあどうにもならないことがあるじゃないか。でどうにもなることを諦めろって言ってんじゃないんですよ。でここが難しいところなんですよ。でどうにもならないことを諦める。で明らかに眺めた時どうするかって言った時に、それでも幸せになる方法っていうのを考えなきゃいけないのが修行なんです。わかります？日本人に生まれたんだから日本人でも幸せになることを考えなきゃいけない。私はフランス人がいいのよって、フランス人になることはできないけどフランスに行くことはできるよね。わかりますよね？それは可能なことはやった方がいいんですね。この前こちらインディアンに会いに行かれたんだけど、会いに行くことはできるけどインディアンになることはできない、インディアンとかで生まれることもできないんですよね。今更無理でしょ。インディアンと結婚することはできますよ。だからやれることとやれないことを考えて、できないことは諦めて明らかに眺めるとやれることが分かってくるんです。だから諦めて主観的な方に行っちゃうと修行にならないんです。で魂の修行っていうのは何ですかって言った時、それでも幸せでいること、普通の人より足なんかちょっとぐらい短くたって幸せでいること。私なんか普通の人より足がちょっと短いんですけど、非常に座ってると立派なんですよね。でまあ人間のべす立ってるわけじゃないんだから、座ってる時立派ならこれでいいんだ。これは胴の長い人の特徴ですから。でそういうふうに物事を明るく捉えるね、ここで幸せになるために明らかに眺めるんだよ。だから諦めた後にやることがあるんですよ。で明らかに眺めて視観してっちゃうんじゃないんです。明らかに眺めて幸せになるんです。それをまず明らかに眺められないとダメなんです。あのね、開き直るって言葉があるんですよ。開き直ると不適されるはえらい違いなんだよ。居直るとか全然違うよ。開き直るっていうのは、なんか嫌なことあって心が閉じちゃう、それを開く。で自分の気持ちが曲がっちゃってんの、こうやって。でそれをピッと直すのね。そうすると開き直るの、心が閉じてんじゃないか、苦しくなってる、だから開く。で曲がってる気持ちはピンとまっすぐですね。世の中って不公平なものなのね。世の中公平なんだ公平なんだ、全然公平じゃないと、もう本当にあのキムタクみたいにいい男に生まれるやつもいるんだよね。不公平だから俺整形して直してあの平均出したいぐらい思って、足だって切りたいよ。だけどそうもねいかないんですよ。ね、金持ちの家に生まれる人もいる、貧乏人の家に生まれる人もいる、いろんな人がいるんです。日本に生まれる人もいる、外国に生まれる人もいる。でもそれは諦めるんです。なぜかっていうと、今世はここに生まれようとか自分で決めてきてる。だから今世不公平に見えても、ずっとロングランで見れば人はみんな公平なんです、ね。で、このビデオは世に出ることはないかもわかんないんです。でこれを本当に見てわかる人ってのは、最低でも生きがいの想像を見るとか読むとかね、いくらか前世のことでも勉強しないとこういうことはわからないんです。だからこれは勉強してる人が読む本なんだ、ビデオだと思ってください。それで今受けてるものは諦めるんです。どうにもならないことは諦めて力がふーっと抜くんです。
じゃあさてここでこの場でどういうふうにして自分は幸せになるんだ、どういうふうに考えたら幸せになれるんだ。で幸せって単純ですよ、楽しいということです。どうしたら楽しめるんだろう、この人生をどうやったら楽しめるんだろう。人生はどっちが正しいかじゃないですよ、どっちが楽しいかなんです。楽しさをうんと追求してください。で楽しきゃ意地悪してもいいんですか、意地悪するより人に親切にした方が楽しいんです。もう少し深く考えてください。上っ面のことを言っててほじるのをやめないでください。前私の周りにはなんで本屋なんか読まないやつばっかりなんだろう、嫌になっちゃうなと思ってた時があるの。ところがだんだんそれがすごいついてるって分かった。なぜかというと本を読まないような人ってこれ読みなったらそれをやっと読むぐらいの。ところがあんまり本読む人間って何が何だか分かんなくなっちゃう。この本読んで一つ折るともう一歩先行ってまた一つ折るの。ずーっと一個行くたび一つあんな本ってそのうち何言ってるか分かんなくなっちゃうね。それよりも一箇所を下に下に掘るの。ついてるっつうならついてるついてるずーっと掘ってごらんね。明らかったら明らかに眺めるならずーっと眺めてごらん。人が幸せになるために何なんだろうね。楽しさを追求してごらん。普通の人ってのはどっちが正しいかどっちが正しいか言い争いばっかしてんの。あんた言い争いしてて楽しいね。友達失うだけだよ、理屈っぽいって言われるだけだよ。それより楽しいね、相手が少しぐらい違ったらあそういう意見もあんだ楽しいねね。それと相当間違ってたこと言っててもこんなに間違ってても立派に生きてんだ世の中って楽しいねね。遅刻ばっかしてくる人いて本当に遅刻すごい遅刻する人いるので、私なんか5分前に行かないと気が済まないの。でも同じように生きてんだよね。で信頼があったりなんかするんで相手の方がね。で世の中ってそれはそれで楽しいんだよね。それをどっちが正しい、お前が正しくないと俺が正しいじゃないの。どっちが楽しいかね、楽しく生きようよね。ダメな時は力をふっと抜く。それでも楽しむことは何だろう。そのためにここに明らかに眺める諦めるということなのね。だからなんかこうずっとロングランになって話しちゃって過去世のことまで話さなきゃいけないんだけど、これでうまく説明できてるとは思わないんです。でも各自が明らかに眺めてみてくださいね。今戸田君はこうやってビデオ撮っててくれてね、日本看病院働いてるんです。もう女性がすごく多いんです、うちの職場って。もうこれも諦めるしかしょうがないんです。それも優しい女性ばっかり集めてる会社じゃないとこ来ちゃってるんだよね。すごい人たちの中にいるのは大変ですよ。岡田君もそうなんです。ただこの中でどうやったら自分が楽しく生きれるか、そのことを考えるしかないんですね。でそのために明らかに眺める。自分はいかに不幸なんだということを見るために明らかに眺めてんじゃないです。もっと眺めてください。なぜこれが修行なんだろう。なぜこんなことを決めてきたんだろう。なぜこれが自分にとって得なんだろう。ね、なぜ人は幸せじゃなきゃいけないんだろう。幸せは連鎖するんです。今幸せな人しか天国に行けないんですよ。正しいことをしてる人が天国に行くんじゃないんですよ。楽しく正しいことをしてる人なんです。楽しくなんです。ボランティアやりながら不幸そうな顔してる人いるんです。これはボランティアが正しいと思ってるんです。でも本当はやりたくないんです。だから顔が歪んでるんです。本当にやりたかったら顔がニコニコしてるんです。わかります？そしたら幸せなんです。もっと深くですよ。考えてください。ね。お金儲けも、商人はお金儲けが仕事なんです。でも、お金を儲ければいいんじゃないんです。儲け続けるんです。わかります？儲けるだけなら悪いことしようが、ちょっとぐらい評判を落とそうが儲かるんです。儲け続けるんだとなったとき、喜ばれない限りそんなことはないんです。一回来た人が二度と来てくんない。そういうのじゃダメなんです。わかります？俺んとこは観光地だからいいんだ。そのうち観光地自体が錆びれますよ。今観光地っていくつもできてるんです。ね、みんなで寄ってたがって来た客から3倍も4倍も取っちゃってみな。観光地自体が行かなくなるんですよ。世の中そんなにね、甘くないですよ。
わかりました、はいね、もっと深く考えてください、はい、深く考えるとこの諦めるっていうこともわかると思います。では、ちょっと長くてすいません。ありがとうございます。感謝してます。なぜ人生では壁にぶち当たることがあるのでしょうか。そしてどうにもならないとなった時、それをどのように解釈してどう扱えばよいのか、その判断が一番難しいのではないでしょうか。場合によってはそのこと自体が嫌になって放り出してしまう、いわゆる諦めてしまうこともあるでしょう。人生には諦めていいことと、諦めるのが間違いであることとがあります。諦めていいこと、諦めるべきこととは、運命に逆らうような事象です。では運命とは一体何を指すのでしょうか。それには輪廻が関係します。人は何度も生まれ変わります。まず一つの人生を終えると三途の川を渡ります。そして林の中を人間の時間で7日分歩きます。その先の滝に行き着くと、たくさんの魂たちが迎えに来てくれるそうです。そしてここからは、次に生まれ変わるまでの中間生の時期になります。そこで私たちは次の人生をどんなものにするかを決めます。その決めた人生の地図を抱いて、また人間として生まれてくるのです。すなわち私たちの人生で今起きていることは、すべて中間生時代に決めたこと。この中間生時代に決めたことというのは、修行のためのプログラムです。そしてそのプログラムを着々とこなしながら楽しく生きるのが私たちの定めです。私たちは決めて生まれてきたこのプログラムを変えることができません。決めて生まれてきたこと、すなわち自分の運命に抵抗するとどうにもならないほどあがくことになり、結果うまくいきません。ですのでこれは諦めるのが正当です。諦めるとは明らかに眺めるということです。運命的にどうにもならないことは明らかに眺めて、そしてどうやれば現状で幸せになれるかを考えるのが正解です。例えば日本人に生まれた人がフランス人になりたいと言ってもそれは無理です。だったらフランス人になるのは諦めて、日本人として楽しく生きる方法を考えるのが正解ということ。諦めたら開き直るのが一番です。開き直るとは閉じた心を開いてまっすぐにするという意味です。フランス人になれないからといじけたりせず、日本人として胸を張って楽しく生きる。それが開き直る生き方です。諦めていいことがある一方で、世の中には諦めたり開き直ったりしてはいけないこともあります。人生においてどうにもならないこと以外はどうにかすべきことです。それについて挑戦せず行動せず、そして努力せずに途中でやめるのは正しい諦めではありません。乗り越えるべきことを乗り越えずに途中でやめて悲観的になっていても修行にはなりません。人生で諦めていいのは根本的にどうにもならないことだけです。どうにもならないことは諦めるしかありません。この家ではなく隣の家に生まれたかったと嘆いても、どう努力したってそれは無理。そのようなどうにもならないことが諦めるべきことです。どうにもならないことは諦めて力を抜きましょう。明らかに眺めてみてください。そしてどう考えたら幸せになれるのか、この人生を楽しむことができるのかを考えるのです。私たちが人生で追求すべきことは、人生をどう楽しんで幸せに生きるかということです。このことを徹底的に追求しましょう。正しいことを追求してもいいことはありません。正しい人が天国に行くのではなく、今が幸せな人が天国に行きます。ボランティアが正しいことだと思ってやっていても、楽しくなければ意味がありません。正しいことを楽しくやれれば幸せです。やっぱり最終的に楽しくなければいけないのです。商人だったら儲けるだけではダメです。儲け続けるのです。儲け続けるには周りを喜ばせる必要がありますから、そのことを真剣に深く深く考えましょう。やるべきことを諦めるのは間違いです。どうにもならないこと以外は、諦めず挑戦し行動し続けるのが正道です。そしてどうにもならないことは諦めて力を抜いて、そしてそこでどうすれば幸せになれるかを一生懸命に考えてみましょう。これが人生の修行であり、生まれる前に決めた地図に沿って歩いているということです。
私たちは幸せになるために生まれてきました。したがって幸せを追求することが私たち誰もに与えられた使命です。今いるところで幸せを探せば今この時から幸せです。そして今幸せな人はこれから先もずっと幸せで、いつか修行を終えて天国に行きます。正しく諦めて、楽しく、そして幸せに過ごしていきましょう。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに、すべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。